古本。古本、または、古書とは、出版後に一度は消費者、所有者の手元に置かれた、中古本の故障、雑誌などを含む場合もある。にえもと、新刊本と対応したことは、古書店、古本屋やインターネット売買を通じて、再度流通することが多い。売れ残るなどして、新刊なのに安価で販売される本を、続期本。 バーゲンブック、自由価格本ともという、俗記本は、新古本と呼ばれることもあるが、それと、類似した表現で、比較的近年に刊行された本の中古を販売する、店を新古書店と分類することもある。本は出版された時代の文化の影響を強く記す、ものであり、歴史的な価値を持つ、絶版になったままの本や、後世に復刻されても古い版本に、 骨董や文化遺産として新刊にはない魅力、価値を見出して探し求める愛好家は珍しくない。近世以前に表された和装本の一部は国宝や文化財に指定されている。文学館や美術館、博物館、図書館などが購入あるいは寄贈を受け付けて厳重に保管している寄稿書、貴重本も多い。そうした貴重価値がなくても、 中古でいいから本を安く買いたいという消費者も多く古書の需要、流通を支えている。多くの古本は所有者が古本や古書店に持ち込み売却することで再び市場に流通する。業者を経由せず個人がフリーマーケットやインターネットオークションで他の消費者に直接販売する事例も見受けられる。新幹事の販売価格を大幅に下回る価格で 買い取られるのが一般的だが、極端に流通が少なく需要が多い書籍、希少本、レア本は、新漢字の販売価格を上回ることもある。流通に乗った古本は、買い取った古本屋で、ネット、日本の古本屋などを参照なども含め販売される。他、業者間の詩、交換会や入札会と呼ばれるに出され流通する。店頭での販売価格は、各古本屋が、 受給関係や本のコンディション、日焼け、汚れ、書き込み等から決定するため、全く同じ古本でも店によって価格が異なる。そのために、背取りという商売が成立する。ネットの普及でどこにどんな古本があるかや相場を調べたり、売買したりが容易になり、古本をめぐる状況は大きく変わっている。近年の中国では、1911年以前の 書籍は一律輸出禁止、文物局規定とされており、日本で制作され流出した和装本などをはじめとする海外から流入した古書で、あっても持ち出せない制約が設けられている。コンディションが良好な方が価格が高いことが一般的だが、それ以外にも古本の値段や価値を左右する要因は多い。新漢字の出荷部数や、重版の回数、電子書籍化を含む復刊や、 著作権保護機関切れによるデジタル公開の有無、本の内容が流行や実務的な需要、法律などの制度やビジネス知識に合っているかどうか引く、対などである。想定が凝っていたり、古風、レトロだったりする本や書版、著者の署名入り、特に知人、著名人宛の場合、有名人の贈書印が押してある場合などは、付加価値とみなされ、価格が上乗せされることもある。 戦前や戦後すぐの観光で有名書籍で保存状態が良好であれば初版の方が高価なこともある。同じ中身の本であっても古本の価格は時期や店により変わる。ある古書店が高く販売している本が別の店では店頭に置かれたワゴンや書棚で100円、10円といった廉価で販売されていたことは昭和期にもあった。せどりは こうした価格差を活用したビジネスである。また高額な税関本が文庫化や復刊、新装版や完全版の刊行、電子書籍化などにより、古本価格が一気に安くなることもある。ネット販売普及後、古本の購入を検討する人は、価格の検索、比較がしつくなったため、低価格競争の結果、需要が少ないまたは供給が多い本は値下がりする傾向にある。 a m a z o n .co.jp では1円で売られている本もある。一方、かつては読み捨てられていたような本が高騰することもある。昭和中期から後期に刊行された貸本時代の漫画や児童向け読み物、単行本に比べ保管されにくい一部の雑誌などがその例である。遺品整理に古書業者が呼ばれて貴重な蔵書が引き取られて、 古書として再度販売されることも多いが、古本に関心がない人々により廃棄されてしまう。リスクは常に存在する。世界全体における古本の史上最高額については、諸説あるが、2013年にアメリカで開かれたオークションで、17世紀の紙片が1420万ドル、日本円では約14億4000万円で落札され、 古書競売の世界最高額となったと報道された。また、コミックスとしては2011年にが216万ドルで落札された際、米コミックスとしては過去最高額だと報じられた。インターネットや目録販売専門の古書業者以外に古書会館や百貨店など商業、公共施設で古本の即売会が開かれることも多い。常設の古書店は、 全国各地に点在しており、古書店が一つの地区や施設に集中する古書街も形成されている。東京都心の神田神保町にある神田古書店街は、百数十軒もの古本屋が集まり、世界最大の古書店街となっている。外国では、チャリングクロス、カルチエラタン、ルリショーイスタンブールのサファフラルチャルシュスのように都市に、 成立してたが、a ウェールズの平穏ワインは交通の不便な田舎町に成立した珍しい例である。古本を含む書籍はそれ自体が文化的な存在である上、気象本の探索に熱意を向ける、中書家、ビブリオマニアにはコレクターに、き物の引きこもごもが伴う。このため、かつては、宝書月刊という古書専門雑誌が出版されていた、ほか、 古本にまつわるエッセイや古書店主の回想録も多い。10月は古書月間、10月4日は古書の日とされている。読まれた本への感謝を表すため、古書市会場となっている京都市の千温寺では、毎年10月下旬に古本供養を行っている。東京の神田明神でも2017年10月5日、 東京都古書籍商業共同組合が初の古本感謝祭を開いた。物に対する通常の供養、お祓いと異なり、これらの本は焼却、廃棄はされず、再度販売されている。また古書店には元の持ち主にとって思い入れがある本や秘密を書いた手記、日記、魔術、魔道者などが並んでいても不思議ではない雰囲気がある。このため、 ミステリー小説やホラー小説などの舞台としても多く、用いられる。元の持ち主による、本以外のものの挟み込みや書き込み、破損などがある、痕跡本を収集する者も,もいる、古書店主の著名人で口述。5. おさむき。